はいえー、それから、まあ、パッティングに関してはですね、えー、打ち方が、えー、いわゆる3種類大きく分けて3種類あります。一、えー、つは、えーまあ、リストストロークといってですねいわゆるこう手首で打つストローク、えー、それから、えー、アームストロークといって腕全体で打つストローク。 えーまあ、これはまあ体幹で打ったりもしますけども、まあ、こうやって体全体でこう打つストローク、えー、それから、えー、この全体で打つストロークにプラスリストを入れたコンビネーションストロークと大きく分けてこの3つがありますでこの3つどれでも構いません、えー、自分にとって一番距離感と方向が出るものであればいいと思うんですけども、えー、このアームストローク固定した打ち方ではですね やはりですね、距離を飛ばすことがすごく難しくなりますのである程度ロングパターンになってきた時には少なからずとも少しこうリストストロークの要素が入ってこないとですね30ヤードとか35ヤードの超ロングパッっていうのはなかなか固定したままで打つっていうのは飛ばすことがすごく難しくなるので、まあ、そこら辺はですね、距離に応じてこのアームストロークとコンビネーションストロークをうまく融合させて自分なりの距離感を掴んでいただけるとロングパターンでも意外と球がちゃんと飛ばせるということが言えると思います。